どうもマルヒアです。前回の動画ではチャンネル登録者数100人突破記念ということで、たくさんの人に見ていただいてありがとうございました。本当に嬉しく思っています。今日もちょっと調子に乗っちゃって声を録音してみました。ちょっと後踊りなので、あと一人で撮ってるのでちょっと緊張していますが、お聞き苦しいところがあったらすみません。今日はタティングレースをやっている動画を撮ってみました。クリップで止めて始める作り目なんですけれども、タティングレースはそうですね、もう 5,6 年前に始めたかな、もうちょっと前かもしれませんけどに始めて、ちょっとその時期は一時期すごくハマっていろんなものを作っていた好きな手芸の一つです。最近は棒針編みばっかりであんまりタティングレースを編んでいなかったんですけれども、今回ちょっとおばあちゃんが今入院してるので、そのお見舞いにちょっとタティングレースでストラップを作ろうかなと思って引っ張り出してきました。あ、ここはちょっと編み間違えて戻っているところですね。こういう風に簡単に今戻れるので、そこもダーティングレースのいいところだなと思っています。で、どんどん編んで、あのピコット、こうポコッとちょっと可愛い丸を作りながら編んでいって、それを途中でピコットでちょっとくっつけながらくるくる編んでいって、それを3枚ぐらい編んで最後重ねて止めてバラの花になるという、今回はタティングレースです。最後にまた出来上がりの写真を載せておきますね。タティングレースを編んでいて、ピコットから糸を引っ張り出して、そこに、あ、右手で持っているあの黄緑のものはシャトルって言うんですけど、あのシャトルを通してつないでいくっていう手法があるんですけども、そこのピコットから糸を出す時に右手のシャトルの先が、爪があるんですけどね、ちょっとくるんとなってるような爪があって、そこに引っ掛けて今やったみたいに糸を持ってくるっていう風にできるようになってるんですけども、なかなかそのシャトルの爪部分を私はちょっと使いこなせなくって、レース針で糸を出すようにしています。タティングレースは慣れてくると、今回のちっちゃいストラップぐらいだったら、1時間から2時間ぐらいで縫い上がるような感じですね。ちょっと最後結び目で結んでボンドで留めて、それが乾いてからとかいう作業があるので、ちょっとボンド乾く時間がかかるので、そこがちょっとね、あの1日ほど置いたりとかすることもあったりはしますけれども、割と早く出来上がりますね。今日参考にした本なんかはまた、概要欄の方に載せておきますので、興味ある方はぜひ見てみてください。これでちょっととりあえず出来上がりましたので、糸を切って最後のピコットに糸端を通して結んでいるところですね。裏側に結んでボンドで止めて、乾かないうちにもう一回くくって、ちょっとボンドでもう一回止めてっていう風に私は糸始末をしています。で、ボンドが乾いたら最後の糸端はギリギリのところでチョキンと切っていますね。これはさっきの言っていたもののちょっとちっちゃいバージョンで、
これを上に重ねたりしていく予定です。これはタティングレース用の糸始末リキッドボンドですね。クロバーさんのものです。こういう風にちょっと重ねて最後止めて仕上げをする予定にしています。出来上がりがこんな感じです。ずっと杖を使って歩いているおばあちゃんだったので杖につけてもらいたいなと思ってます。今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。また次回楽しみにしていただけると嬉しいです。ではまた。